噌汁笑顔。はい、こんにちは、味噌汁笑顔のりょうです。いつも動画の方をご視聴いただきましてありがとうございます。いや、年の瀬ですね。年末なりまして、まあ、僕のこの味噌汁笑顔のチャンネルとしては3年目のベストバイギアになります。まあ、ベタベタな企画なんですけど、僕も人のベストバイギアを見るの好きなんで、まあ、これは続けていきたいなと思ってる企画の一つになります。はい、僕自身結構今年は変化の年で、6月ぐらいに前の仕事を辞めまして、8月から今京都の山食音で働いてるんですけども、まあ、それで結構こう山に携わる機会が増えたというか、かなりね変化に富んだ年でした。はい、じゃあ早速ですね、ベストバイギア2022いきます。まあ、せっかくなんでなんかランキング形式にしたいんですけど、そんなにこう順位付けっていうほど順位付けできないんで、いや、順番適当でいきます。はい、一つ目がですね、手袋、こちらですね。はい、これなんて読む、エクストリミティーズかな、エクストリミティーズの、手袋になります。一応スマホ対応してるんですけど、もう残された指はここだけになりました。左の人差し指だけ、それ以外はあんまり反応しなくなりましたね。はい、これが値段がですね1400円ぐらいで、非常に安いんですけど、かなりこうあったかくしっかりしてて、割とこれで、まあ、買ったのが2ヶ月前ぐらいかなになるんですけど、結構これで山行って手袋つけたまま枝とか木とか掴んでやってて、まあ、だんだんもけてきたんですけど、それでもこう機能的には全く問題なく、はい、使えてますね。非常に暖かくて、つけ心地も非常に良くて、うん、いいんですよね。まあ、もっと寒い時はオーバーグローブするか、ちょっと違うものを使うんですけど、まあ、日常から、まあ、通勤から山までずっと使ってますね、最近は。素材は確かアクリルやったと思います。どこか書いてたかな。読み方もエクストリミティーズでやってるか分かんないんですけど、これは非常に良かったです。フーディニーのパワーリストゲーターとか、そういう指の出たものも便利なんですけど、やっぱり今ぐらい寒いと、これぐらいあった方がやっぱいいですね。はい、なんだかんだやっぱこの形はいいなと思います。ということで、一つ目がエクストリミティーズのシニータッチグローブです。はい、で二つ目ですね、二つ目がとこちらですね。はい、タイガーの水筒。僕のよく見るミニマリストの YouTuber がいて、その人が使ってるのと、この前一緒に山行った方も使っておられて、サイズ感もね非常に良くて、こう手のひらで持てるぐらいで、ザックのここにもしっかり収まってくれるんでいいんですよね。で、初めにこの350の方を買いまして、これがまあ Amazon で2000円ちょいぐらいやったんですけど、これが非常に良くて、っていうのも山以外でも普段から使おうと思ってまして、山栓ボトルとかの方が保温力は高いんですけど、まあこうこのまま飲めるんで、まあシンプルな水筒ですよね。コップに移さなくても直飲みができるっていうので、この350の方を初めは白湯兼コーヒーとかに使おうと思ったんですけど、結構コーヒーの匂いが移るんで、今はこいつをもう白湯専門として使ってて、でこっちの200の方をコーヒー専門として使ってます。はい、200あるんで、コンビニでコーヒー買った時とか、そのままこっちに移して持ち歩いたりとか、家で入れたコーヒーを持ち歩くことで街中でコーヒーを買ってしまうみたいなのも使えるにも使えるんで、コーヒーの衝動買いを、まあコンビニコーヒーの衝動買いを11回我慢すれば、こいつの元が取れる計算になるんで、なかなかこのそれは早いと思います、元を取るには。なんかついそんなことを考えてしまいますね。はい、
非常にいいです、このタイガーの魔法瓶。また概要欄に貼っとくのでよかったら見てください。こいつめっちゃいいです。見た目もシンプルで好きですね。はい、3つ目がこちら、ブリングのパンツですね。ワンダーウェアやったか、ワンダーウェアのこれは5050のやつ、ポリとウール5050ですね。確か別の動画でも紹介してたと思うんですけど、やっぱこれいいですね。匂いもほとんどしないですし、4日5日履いてもそこまで匂いもしないんで良かったです。あとはまあ前後裏表で履いても履き心地が全然変わらないので、特にね前後ろがこう定められてないんで、前後逆に履いたら結構こう前が突っ張ってみたいなことは他のパンツだとあるんですけど、こいつはそれがないので、そう気持ちの問題でもあるんですけど、まあなんか前面がやっぱ汚れてる気がするときに裏返したりして履くと、まあ、気持ち的にちょっとこうフレッシュではないんですけど、ちょっとフレッシュな気持ちで洗わなくても履けるっていうので、特に重曹行くときなんかは履いてます。まあ、ウールも50入ってるんで、あんまりこう酷使しすぎると耐久性はどうかなっていう面もあるので、基本的に僕はまあ特別な時しか履かないですね。特別な時っていうのはあの重曹する時とか泊まりで山行く時ですね。はい、4つ目ですね。4つ目がこちら、バックパック、ブラックダイヤモンドのディスタンス15っていうザックですね。色がアロイやったかな、アロイ。はい、これはまあ通勤が走ってだいたい30分かからないぐらいなんですけど、結構日頃の運動不足っていうのがあって、お店に立つことが多いので、歩く距離、前は子ども関係の仕事をしてましたので結構日常からよく動いてたんですけど、それがこうあんまりなくなったので、1日の平均歩行平均歩数がだいたい今何もしなければ3000とか4000ぐらいなんですよね。で一応1日1万歩以上は歩きたいなっていうのがなんとなくあるので、通勤で走ろうと思ってこちらを購入しました。トレランザックの、トレランザックっていうんかな、この辺はトレランザックの感じでちょっとベストっぽくなってて、まあ、収納ポケットがいくつかあってっていうので、まあ、今日はこいつの詳細についてはそこまで紹介しないんですけど、まあ、非常に見た目もシンプルで、見た目はねシンプルな方が好きなんで、あんまりそういうトレランザックがなかったんでこいつ非常に良かったですね。まあ、通勤以外にも日帰りの参考にも使えるなと思って15リッターっていうものを選びました。倒木をくぐる時とかそういった時にこれぐらいのサイズ感だとこうザックが突っかえたりっていうのがあんまりないので、やっぱりね日帰りだとこれぐらいがいいなと思いましたね。あとは背中もこんな感じになってるので、こうメッシュパネル構造みたいになってて蒸れにくいですね。非常にいいです。まあ一個言うと、この雨蓋的なところの蓋するときにここのフックで止めるんですけど、これがこう止めて、ここの遊びの幅みたいなものがこのゴムのコードでしかないので、そこをこうもっと絞れたら、まあ、もう長すぎても邪魔なんですけど、もうちょっと絞れると、まあ脱いだ服とかを外付けするときにもうちょっと便利かなっていう、まあそれはトレラン的な発想じゃないと思うんでちょっとあれなんですけど、はい。まああとはクライミングのロープとかつけるのかな、ちょっとクライミング的な要素もあるような非常にしっかりした生地が足あわれています。で、あとサイズ M にしたんですけど、ちょっとこれはもう一回試着して買えばよかったなっていう、ネットで購入しまして、ちょっともしかしたら僕には大きかったですね。 S でよかったんちゃうかなと思ってます。で5つ目ですね、ラスト最後がこちら、今着てる大和道のメリノフーディーですね。ベストバイをあげるならこいつかもしれないです。なんだかんだ
シーズンで言えば一番来てます。はい、これは今年の3月頃かなに山食オンでスペシャルオファーがやってるっていうので買いに行きまして、動画でも紹介したんですけど、夏の間使ってなかったらね、虫にやられまして、ちょっともう早速は泣いてますね。はよ直さなあかんくて、一回ダーニングでチクチクやったんですけど、しっかりつかなくて、あの浮いてきたんで一回外しました。山でこういうウールのパーカーってどうなんやろなと思って、半年ぐらいもう普段着としてしか着てなかったんですけど、今年の秋から山でも本格的に使い出すと非常に良くて、まあ、やっぱり汗冷えもしにくいですし、まあ、あとはやっぱこのしなやかさと柔らかさがあるんで、なんかこう普段も着てるんで普段着で山に来たぐらいの感覚になって、非常になんかリラックスしてあの歩くことができますね。であとはこのフードを絞ることができるんで、こういう隙間ができても風強い時とかはここで絞ることもできますし、ちょっとそういう山っぽいギミックもあっていいなと思います。あとはポケットの中で手がつながる感覚っていうのは、どこかこう安心するものがあるなと思って、フルジップだとそれがないので、そういうなんかこう妙な安心感もいいなと思うとこですね。ちょっと今部屋寒いんでダウンパンツ履いてます。そうですね、こんな感じでポケットも2層なんで、ここもねちょっと保温性も防風性もちょっと高いって感じですね。要は生地がここだけ2枚あるんで、結構お腹も守られるようなとこはあります。まあこれもさっきのパンツにも通ずるんですけど、ウール製品なんで匂いがしにくくて、まあ重曹とかあまり洗えない時とかも重宝します。はい、そこまでこの時期は汗ダクダクになることもないので、まあこれぐらいであれば、そんなドボドボになるとね、なかなか乾かなかったりするんですけど、そういったこともそんなにないので、非常にこの時期は活躍しております。はい。はい、ということで以上5点です。はい。他にもね、ちょくちょく買ってるものはあるんですけど、まあ今回はこの5点が良かったかなと思うので、今年はこちらで行かせていただきます。はい、ということで、今年も、いや今回も今年もありがとうございました。まあ、あと最後に、歯磨き粉つけるときに先に歯ブラシを濡らしてから歯磨き粉つけるタイプの人と、歯磨き粉つけてから歯磨き粉と歯ブラシを濡らすタイプの人と、歯ブラシを濡らして歯磨き粉つけてさらに濡らすタイプの人の3種類ぐらいいると思うんですけど、僕はあの歯ブラシを濡らしてから歯磨き粉を塗って歯に行きますね。